優勝したパナソニックワイルドナイツジャパンラグビートップリーグ2014から2015は2014年8月22日から2015年2月1日まで行われた日本国内最高峰の社会人ラグビーリーグである。レギュラーシーズン2位のパナソニックワイルドナイツがプレーオフトーナメントを制し2シーズン連続3度目の優勝を遂げた。 ジャパンラグビートップリーグ2014-2015の,の参加チームは過表の通りである。昨シーズンの結果、九州電力、九電ボルテクスが地域リーグに降格し、村方サニックスブルースが地域リーグから昇格した。前年度の2013から2014シーズン同様、ニプールにステージ制で行われる。前年度まではプレイオフのみの採用で止まっていた。 友が今シーズンより公式戦全試合で実施されることとなった。プレイオフトーナメントは株式会社リクシルと冠無リスポンサー契約を結び、プレイオフトーナメントリクシルカップ2015として開催される。ニュージーランド協会よりギャラット・ウィリアムソンレフリーを招聘し、第1節第3節を担当することとなった。ファーストステージの順位に応じて、 セカンドステージ開始時にアドバンテージポイントが与えられる。セカンドステージグループ B の結果、8位胸方、サニックスブルースがトップリーグ16位となり、トップ九州への自動降格が決定した。以上の結果、1位釜石シーウェイブス RFC のトップチャレンジ1への進出が決定した。以上の結果、1位のホンダヒートのトップリーグへの自動昇格、2位。 以下3チームの入れ替え戦への出場が決定した。規定により、トップリーグ13位クボタスピアーズが、トップチャレンジ1.4位の釜石シーウェイブス、RFC と、トップリーグ14位、コカ・コーラレッド・スパークスが、トップチャレンジ1.3位の九州電力、九電ボルテクスと、トップリーグ15位とヨタ自動食器シャトルズが、トップチャレンジ点二位の三菱重工相模原、ダイナボアーズと、 入れ替え戦を行った。以上の結果、久保田スピアーズ、コカ・コーラレット・スパークス、豊田自動食器・シャトルズのトップリーグ残留が決定した。2014から2015シーズンの年間表彰式は2015年2月2日に東京都港区の明治記念館で実施された。トップリーグ優勝チームフェアプレイチーム賞、ベストファンサービス賞、 トップリーグ MVP 新人賞最多トライゲッター、得点王ベストキッカー最優秀、ベストホイッスルベストホイッスルプレイオフトーナメント、MVP。ありがとうございます。